はい、こんにちは、デガールです。今回はですね、夏休みの自由研究の続きをやっていきたいと思います。前回作ったこちらのギアボックスと、この履帯ですね。こういったものを、ベースにですね、固定して、おおよその形を作っていきます。はい、それじゃあですね、このギアボックスを使うのであれば横幅は7センチがベストだなと思いますので、7センチで、あと長さの方はですね、少し長めに切っておいて、後ほど、必要であれば短くする、そんな感じで使っていきます。はい、でベースの板ですね、これ 5.5 ミリのベニヤ板なんですけども、 5.5 ぐらいでしたら、この大きめのカッターがあればですね、まあ何回かこうやってやることによって、ノコギリを使わなくても切ることはできます。結構力はいります。はい、でカットしたベニヤはですね、一応まあカンナである程度整えておきます。カンナがなければ、あの紙ヤスリでも全然 OK かなと思います。はい、それじゃあまずですね、ギアボックスの方をベースに固定して、それからですね、位置を決めていきたいと思います。はい、それじゃあですね、穴の位置が決まったら 3mm のドリルで穴を開けます。で、このギアボックスについてきたこの付属のビスですね、これとナットで留めていきます。木ネジを使ってもいいんですけども、ベニヤに木ネジだとですね、十分な厚さがないとちょっと強度的に弱くなりやすいので、ビスを使います。はい、このような感じでビスで2点留めて、で、こっからですね、問題は。はい、で、履帯がこのような形でつきますので、どこにですね、これをつけていくのかっていうことですね。はい、それじゃ次にこの小さい天輪をつけていくわけなんですけども、ちょっとですね、この軸の部分ですね、4.5 ミリほどカットしていきます。これはカッターで簡単に切れるので、こんな感じで。はい、というわけでですね、もともとはちょっとこんな感じで、ここの収まりが悪いんですけども、このような形で少し切ることによってシャフトがここにピタッとつけられるようになるので、この分カットするということですね。で、ここカットしていくのがめんどくさければ、この板をですね、この取り付けのところは7センチ必要なんですけども、それ以外のところはもっと短くしても大丈夫なので、この幅でこうカットしていくという手もあります。はい、それでは次にですね、この短冊状に切った薄いベニヤ板ですね、これでこのシャフトをこう挟めるようにしてですね、位置を決めて、固定していきます。はい、で、1ギメが終わったら次にですね、こういうパーツを作ります。ここ少しだけこう、彫刻刀の丸刀で彫ったものですね。これをこのような形でカバーとして付けます。で、別にこの車軸自体は回る必要がないですし、ここがスムーズに回れば OK なので、このような形で固定していきます。はい、それじゃあ残りの天輪の位置決めをしていくわけなんですけども、おそらくですね、今回のまあこういった模型ではこの天輪の位置決めが一番難しいかなと思います。程よくですね、テンションがかかるようなところに、天輪を持ってこないと、これがですね、緩くてもきつくてもうまくいかないので、そこら辺考慮しながらやっていくのがいいと思います。はい、というわけでこのような形でですね、天輪を3箇所取り付けしました。で、これにですね、キャタピラをつけるとどのような形になるかというと、こうなります。で、
ここにですね、もう一個これをつけたいんですけども、少しですね、ガンタンクのような形にしたいので、こういう感じを今イメージしています。なので、ここら辺にこの大きいやつが一つつけばかっこいいかなと思っています。ちょっとやってみますね。こっちに、こうなって、だいたいこのぐらいの位置にこういう感じでつければいいかなと思っています。で、あとはですね、この立体の張りをですね、少しまあ適度な張りにするために、あとはこの高さですね、高さを決めてつければいいのかなと思っております。それじゃあ早速こちらの、天輪の方もつけていきたいと思います。はい、それじゃあですね、高さ合わせのためにここにですね、プラ板を貼っておきます。で、ここに貼る分には、後々ギア比を変更したくなった時に、支障がない部分ですね。はい、こんな感じでいいですね。で、これをここに接着する感じになります。で、ちょっとテンション見ていきますね。はい、あ、いい感じだ、いい感じじゃないかなとは思いますけどね。どうでしょうか。はい、なかなかの張り具合、ちょうどいいかなと思います。はい、それではカバーをまずつけてしまいますね。タイヤがスムーズに回ることを確認してカバーをつけます。はい、それではですね、天輪の方はこれは接着剤が乾いたらここに接着するだけで終わりなので、次は、リモコンの方を作っていきたいと思います。はい、それでは次こちらですね、2チャンネルリモートコントロールボックスということで、こちらの方をですね、組み立てていきたいと思います。これもですね、こんな感じでバラバラの状態なんですね。まあ、子供の頃はですね、これとこのギアボックスさえあればですね、その作ったものに飽きたら、全部分解して、これと、まあ、このギアボックスだけ取り出して別な形にしたりとかっていうことができたので、かなり楽しめるものでした、これは。はい、それじゃあちょっと作っていきますね。まずはスイッチ基板。まあ、基板というほどのものでもないんですけども、すごい単純な。はい、これですね。で、まずはコードを角ように通します。なるほど。ちょっとね、暑くて扇風機をつけているので非常に作業がやりづらいですね。はい、で、コードを通したら次はですね、このレバーにスプリングをつけてここにセットすると。はい、で、接点部分にですね、付属のグリスを塗りますということですね。なんかもう少しなんか塗ってあるように見えますけどもね、一応塗っておきます。はい、それじゃあグリスを塗ったのでレバーをつけていきますね。で、このスプリングをですね、ここに入れて、はい、このようになります。スプリングがですね、こっちにもかかってるんですね。なのでレバーを前にしても中立に戻るし、後ろにしても中立に戻るような状態になれば OK です。こうスムーズに動けば OK ですね。で、同じように反対側もつけます。はい、で、レバーを2個つけたらですね、リモコンボックスの中に入れて、あとはネジ止め。はい、それでこちらの接
点をここに入れておけばもう完成ですね、これで。はい。で、これはですね、昔は単1とか単2だったような気がするんですけど、単3電池でも使えるようになってますね。ちょっと単3の方が使い勝手良さそうなので、単3仕様にしておきましょう。単3にするには、これをここにつけると。こういうことか。こうすることで単3電池でも動くようですね。で、これがこうなると。はい。うん、懐かしい。いいね。で、ここにですね、モーターの取り付け、これ、線をよじってつけるように書いてますね。まあ、一応、子供用ということで、まあ、ハンダ付けをしない、ハンダ付けするような説明にはなってないというだけで、ハンダ付けできるのであれば、ハンダ付けした方がいいと思います。小学生でも工作の好きな子ならハンダ付けはもうとっくにやってると思うんですよね。テイクアルは多分小学校の時にはもうハンダ付けはやってたので、多分やれる子はやれる。で、一応ですね、このコード、ついてまして、どれをどこにつけるっていうのは書いてあるんですけども、要するにこれを、なんていうんですかね、つける向きがあるじゃないですか。これだと、今回のも、私が作ってるものだと、こっち方向に進むんですけども、こっちを前にして作ってる人と、こっちを前にして作ってる人、それからベースをですね、こうしてる人と、こうしてる人でまた違ってくるので、線をつなげてみてですね、動かしてみて、どうすればいいのかっていうのを自分で考えればいいかなと思います。はい、それじゃあちょっと実際に電池を入れてつなげてみますね。はい、で、まずですね、この赤白の方からちょっと調べてみます。はい、で、赤白をつけて、はい、これで前の方にやったら後ろにバックする方向に回ってますので、白が上、赤が下ということになりますね。はい、で、同様にやっていくわけなんですけども、説明書見る分には多分青が上ですね。青上、黄色下。ちょっとやってみます。で、この状態で前、合ってますね。はい。なので、青がこっち。はい、それじゃあ、ハンダ付けが終わって、なのでモーターを戻しておきます。左レバーで左の起動輪が回ってこちら側がこっちのレバーで動くと、これで OK ですね。はい、それじゃあですね、この線がリモコンのによってグッと引っ張られないようにするためにですね、ちょっとここに線を止めるパーツを作って、接着しておきますね。はい、こんな感じでちょっと切り込みをつけたものを用意して、これで配線を止めておきます。そうするとですね、線が引っ張られた時にここが直接引っ張られるっていう感じにはならないので、簡単にですね、ここが外れてしまうっていうことが なくなります。はい、というわけでリモコンもついてですね、あとはこの天輪をつければいよいよ動かせるようになります。早速ですね、天輪をつけていきたいと思います。で、まずですね、両方。これをつけて、はい、で、これでですね、これが、ここにですね、こういう形でつくと。はい、問題はですね、テンションが、これのテンションですね、きつすぎても弱すぎてもちょっと微妙なことになってしまうので、うん、問題はなさそうですね。はい、スピードの方も、C タイプを選んで良かったんじゃないかなと思います。ちょっとこの状態で
ちょっとだけ走らせてみますね。まあ、いいですね。はい、良さげなので、テンションも良さげなので、これで接着することにしますね、ここに。はい、というわけでベースの方はとりあえず完成ですね。あとはですね、ボディをつけていく過程で必要であればですね、このちっちゃい天輪ですね、まあ、こういうところにつけていくわけなんですけども、必要であればあった方がかっこよければ、後々つけていこうかなと思っています。はい、それじゃあちょっと走らせてみましょう。うん、いいですね。はい、懐かしい、面白い。あ、もう危ない、面白い。はい、いいですね。はい、こんな感じで遊べるようになります。はい、というわけで今回ここまでということにして、次はですね、次回はこれの上の方を組み立てていきます。上の方はですね、もう自分のまあセンスと技術だけなんで、オリジナル戦車ということで、もう好き勝手に作っていきたいと思います。はい、そういうわけで今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。